These grown in many areas of Kagoshima Prefecture, including Minami Kyushu City. The city is located on the southern tip of Satsuma Peninsula. It is home to the Peace Museum and Old Samurai Residence Street. In terms of tea, Minami Kyushu is the largest tea-producing region in Kagoshima and in the whole of Japan. In 2020, the production was about 12,000 tons, or about 18% of all Japanese tea. The tea growing area here is really wide and flat. It is blessed with rich volcanic soil.土壌、黒い土がね、メインなんですよ、これは。黒木は、すごく根菜類が美味しくできるって言われてて、里芋、さつまいもが非常に美味しい。お茶も一緒で、すごく根が良く育つというところで、作物が育ちやすい、いい土壌らしいんですよ。 The climate in Minami Kyushu is warm all year round, and tea can be harvested up to 5 times a year. でも普通に積めば4番茶まで積めますから、4番茶まで積んで秋摘むと5回摘めるわけですよ。実際は1茶、2茶、2茶後ぐらいで中刈りとか深刈りとかするので、その後1回、2回しか積まない。4回、3回から4回が多いと思います。 Tea from Minami Kyushu is also usually deep steamed. In Japanese, that is called fukamushi. Fukamushi がほとんどです。Fukamushi って言っても、鹿児島の fukamushi って言ったら、日本全国で言ったら強蒸し程度になるんでしょうけど、色が変わらない程度の強蒸し。それを鹿児島で fukamushi って言いますけど、そういうところがもうほとんどです。In addition to that, tea is usually shaded for just a few days, though much shorter than matcha or gyokuro.This helps to improve the tea qualities, like its appearance and taste. で、南九州の特徴としては、こういうかぶせをして、色のいいのが特徴ですね。で、繊維が柔らかいので、揉んだ時にちっちゃくなりやすいんですよね。甘いお茶になります。渋みが少ない。ただ香りがちょっと落ちるっていうのはあるんですけど、本当は。ですけど、プラスの方が多い。鹿児島の人たちはみんなかぶせるようになったんです。はい。Minami Kyushu, as the whole of Kagoshima Prefecture, is also known for using a variety of cultivars in tea production. 品種が多様性があるっていうことですね。ヤムキタが極端に多くないっていうところと、いろんな品種がまんべんなく入ってる。さっき言った茶業試験場とかがあって、その後継者の人たちがいろんな品種を植えて、早い品種、遅い品種、色の出る品種や香りのある品種とかをどんどん植えてやってるっていうのが茶屋の特徴。At Haru Ichiban Tea Farm, there are many different cultivars too. 朝の花、朝の花、露光。この奥が奥豊かと、この向こうがさえみどり。ここに4品種植わってます。Now Minami Kyushu mainly produces green tea. When after the Second World War, the production began to grow, most of the tea farms started by making black tea.Haru Ichiban was no exception. But it all changed after the black tea import liberalization in 1970. At that time, tea farmers couldn't sell black tea anymore, and most switched to making green tea instead. 鹿児島の枕崎知覧あたりまで全て紅茶ですよね。紅茶スタートです。で、後発の人たちは、緑茶が流行ってきてから植えた人たちは緑茶がスタートなんですけど、もともとお茶をやろうっていう人たちは紅茶からスタートしてますから。その時は何年ぐらいですか？昭和30年代ぐらいに紅茶を売り始めて、昭和40年代後半まで紅茶を抜いてました、うちも。売れないから。山口さん really likes plants and farming. 農業自体がもう本当好きなんですよね。植物は好きなんですよ。こういう花育てたりとか、庭の木とかも全部自分の趣味で挿し木から作って全部植えてるんですけど、これってもう自分の趣味で、その中にお茶も入ってるっていう感じで、もし休みがあったら木市に行っていろんな植物見たりとかそういうのしたい。いいですね。花とかそういう植物の仕事もしたかったんです。でもお茶はその頃一番景気よくって、
もううちの大規模にやってるお茶はもうやれば儲かるみたいなところがあって、そのままお茶もまあ自分は嫌いではないし好きだったんですけど、もともと食全般が好きだったというところで、Yamaguchi-san always wanted to make and sell his own product. That's why from the beginning he focused on retail. 自分のものは自分で売りたいということで小売をやったわけですよ。Now Haruchiban is doing well, but at the beginning Yamaguchi-san didn't have any sales experience, and it was very tough. He had to learn everything by doing. 店頭販売とかね、イベントに行って売っても一本も売れずに試飲だけして、雨が降っちゃってここからしたらずぶ濡れで一本も売れないのにびしょ濡れになるっていう経験とかすると、これはまずいと思うんですよ。まずいと思って、それで売る工夫をするわけですよ。そういうのないと普通になんかこう売ってて売れたら多分工夫してなかったと思うんですけど、なるほどね、もう多分悲しいというか悔しいというか、そういうのをね体験してるから、いろいろああしようこうしようっていうのがあって。In general, though, tea growing is hard work, especially during the harvesting season. There is little time to sleep. 昨日ね、夜中1時までだったんですよ、仕事が、工場が。マジですか？夜中1時帰って、焼酎飲んで寝たのが2時半。で、6時から畑来てるので。で、働いてて、で、今日夕方までいろいろやって、ちょっと夕方寝て、夜中1時からまた仕事。However, it seems that the tea situation in Minami Kyushu is not so bad compared with some other products.だから周りをいろいろ見ていったりとか相談を受けたりする中で、まだお茶マシだなと思いますよ。他の人たちの資金繰りって本当もうギリギリですよ、いっぱいいっぱい、もう本当にもう貸してくれなかったら作れるっていうところも多いわけですよ。それからするとまだお茶はマシ、まあ大変なお茶屋さんもいるでしょうけど、まだ業界的にマシ、と思ってます。ただ自分の立ち位置を見ないと、みんな自分たちが一番大変と思ってるわけですけど、そうじゃなくて、もっと大変な人たちもいるんだから、自分たちはまだ生きていける道を探してやるしかないと思うんですよね。 Regarding the future, Yamaguchi-san is not just thinking about his own tea farm. He's thinking more widely about the whole region. 今は茶畑もどんどんこう山の上から灰になっていくんですよ。みかんも一緒ですよね。だんだん畑の上の方からだんだんこう荒れていくっていう、お茶畑もそんな感じで、前茶畑だったところがもう竹林になったりとか、だいたい山だと石ころの多い、礫の多い土だったりとかするので、管理も大変だったり、でそもそも茶畑と斜面の面積が一緒ぐらいあって、斜面の管理が大変ですよね。草切ったりとかで、その斜面に竹があれば茶畑に竹が入ってきたりとか、その竹取るのも大変だったり、平地で全然違うわけですよ。だからそういう手のかかるところからどんどん廃炎になっていく、でそれを茶畑として再生するのは無理があるわけですよ。みんなやめてるんだから。だからそれをブドウ畑できないかって今思ってて、ワイン作れないかなと思ってて、今メンバー集めてて、ワインの醸造免許持ってる人、それから輸出免許持ってる人、そういう人も一緒に入ってるから、作ればもう売ることはできるんですよ。で、植えさえすれば作れるんですよ。で、そういうのをやっていこうっていうことで。It will be wonderful to see thriving tea farms and a winery in Minami Kyushu City.